はい、ウユちゃん TV レゴマーベルスーパーヒーローズ2実況。今回もですね、ステージのフリープレイモードでですね、チャプター8、ルーンを操るでですね、ミニキット10個、スタンリー救出、キャラクターすべてのロケーションを皆さんにお伝えしたいと思います。はい、マップを表示します。はい、ステージですね。おっと、ルーンを操る。はい、OK。フリープレイモードですね。いきます。ドルマムーでいきます。OK。おお、結構6人、結構いますね。ムービー、飛ばします。はい、それでやっていきましょう。ルーンの文字、上に表示されています。これを解決しましょう。いきましょう。まず、狩り。おっと、トゥルーベリーバー。狩ります。はい、OK。ブラックボルトでいきます。はい、オッケー。向こうにもこのドルマムに挑むか。バトルですね。後に我が前にひざまずくことになるだろうが、今すぐスーパーヒーローが必要なんだ。はい、それではミニキット取っていきましょう。はい、10分の3ですね。ですね、10分の3となっているのはですね、ストーリーモードで獲得しているからなんですね。それも含めてロケーションを皆さんにお伝えしたいと思います。変身アクションオンですね。はい、行きます。アイビー。はい、ルーン文字ですね。はい、オッケー。はい、一つですね。はい、解除されました。はい、次行きましょう。こっちの部屋ですね。ここから出してくれ。はい、バトルが始まります。はい、目ん玉モンスターですね、をやっつけます。それとですね、この高いですね、やっていきます。まだいましたね。助けてくれ。はい、出てきましたね。はい、いきます。はい、変わります。お構いなく。スパイダーマンですね。はい、オッケー。隣人スパイダーマンさ。はい、連打。ここから出してくれ。はい、オッケー。はい、次変わります。はい。よく聞け。はい、キャプテンアメリカですね。新しい保安官が街に来た。いい。はい、OK。次行きます。こっちですね。このカーテンを開けます。はい、OK。まだ動きません。まだ操作ができません。はい、操作ができます。はい、今攻撃します。はい、後ろですね。はい、出てきました。ということで B ですね。はい、砂まみれ小僧が出てきます。はい、逃げました。ということで変わります。穴を掘れるキャラクターですね。意外と面倒ですね、この、はい、ブラックパンサー行きます。この新たな世界の人々を守らなければなるまい。アイビー。はい、オッケー。ミニキット1個、とても価値のあるものだ。はい、変わります。成長に扱おう。ドルマムーで行きます。アイビー。はい、ルーン文字ですね。はい、2個目のルーン文字となります。はい、オッケー。はい、行きましょう。次こっちですね。はい、ここですね。左にですね、ブルーレゴがあります。これですね、ストーリーモードの時に、ミニキット取ってるんですね。助けてくれ。オッケー。
はい、OK。崩しまくります。はい、OK。出てきましたね。はい。はい、B。はい、OK。ジャンプします。はい、OK。10分の5ですね。サタナにぴったりの贈り物だ。はい、きっと気に入るはずだ。はい、OK。はい、出てきました。はい、B ですね。組み立てます。はい、変わります。はい、スパイダーマンですね。はい、B。はい、B 連打。はい、OK。おっと、変わります。B。はい、ルモジーですね。いきまーす。おっと、はい、あともう半分すれば悪いですね。はい、もうすぐ終わります。はい、 OK。 はい、ルーム口完成です。はい、3つ目ですね。はい、次行きます。こっちですね。今すぐスーパーヒーローが必要なんだ。はい、スタンディを助けに行きます。なんで私ばっかりこんな目に遭わねえ。あ、これあれでしたね。はい、OK。これは別に関係ないみたいですね。はい、行きます。次行きます。さっさと行きます。おい、手を貸してくれないか。借ります。はい、出てきましたね。はい、B。おい、手を貸してくれないか。はい、OK。はい、グラビティグレネードですね。はい、あー、ありがとう、トゥルービリーバーズ。エクセルシオール、エクセルシオール。はい、OK。 さあ、スタンディはどこにも行かない。お、今回はどこにも行きませんね。ここにいるだけですね。はい、それで行きましょう。恐怖をもたらすもの。はい、次行きます。こっちですね。はい、OK。 はい、また目玉モンスターやっつけましょう。おっと、まだいますね。ちょっと邪魔ですね。はい、OK。 はい、行きましょう。はい、やっつけましょう。はい、こいつらはですね、やっつけとかないとうざいんですね、後からになって、ですので、全滅させておきます。はい、もういませんか。 OK、 変わります。はい、これがですね、変身アクションになりますね。キャラクターのキャラクターにですね、変身アクションがあるんですね。ですので、ちょっとやってみました。はい、 B。 はい、組み立てます。はい、 OK。 まず上に行きますね。まあ登っていってもいいんですけども。はい、それとこっちですね、最初にこっちです。はい、 B。はい、ドアが開きました。はい、次ですね、変わります。はい、OK。 線に沿ってですね、
レーザーを打ち込んで、焼き切っていきます。 OK、 よし、はい、自分の6ですね。 OK、OK、 変わります。おいおいおい、また市役所が、はい、ドクターストレージですね。エビ戻します。すべて壊します。はい、 OK、はい、すると入れます。はい、それでいきます。変わります。はい、アントマンでいきます。はい、 OK、 さてどこにいます。はいはい、 OKOK、 はい、比較的簡単なんですね。どこがだよはい、OK、 はい、これでですね、金庫キャラクター解除ですね。はい、クレアですね。はい、次行きましょう。借ります。ドクターストレージ B、 はい、ルーム文字ですね。はい、 OK、 はい、行きます。完成です。はい、それで行きます。次ですね、ミニキット、あれ、はい、ここにですね、カードを積み重ねたやつがあるんですよね。それで5分の1、となります。次行きます。はい、次ですね、こっちになります。これですね、はい、5分の2ですね。はい、こちらになります。はい、 OK、 5分の3ですね。はい、こっちですね。はい、次こっちです。はい、 OK、 5分の4ですね。あと1つ、こちらになります。上の階ですね。ですね、はい、5分の5ですね。はい、終わりです。思考の魔術であっても、はい、それでは次行っていきましょう。学ぶべきことはまだたくさんあるようだな。はい、アイアンマンでいきます。ああ、誰か私よりうまくやれるやつがいるか。はい、オッケー、ミニキットですね。はい、10分の7ですね。はい、次行きます。はい、目玉モンスターやっていきます。はい、目玉ちゃんまだいるかい。まだまだか、ま、もういないですね。はい、おっと呼び覚ましてしまいましたはい、はい、10分の8ですね。はい、次いきます。はい、こっちですね。コールソン捜査官ですね。 X、はい、OK、 はい、 B、 はい、 OK、 それとですね、ここの中に、入ります。一旦入ります。そしてキャラクター交代します。そして B を押します。 X、 中に入ります。はい、そしてミニキットが出てきますということですね。中に、あ、出てきましたね。よかったよかった。はい、 OK、 はい、次行きます。ですね、ショーケースを動かします。そして、下の色と合わせます。一旦ですね、これをちょっとどかしておきますね。
い、オッケー。はい、はい、こっちですね、緑色のところですね。これが難しいんですよね。はい、綺麗に入りましたね。次こっちですね。はい、動かします。はい、ブルーは一番手前でしたね。はい、OK。 はい、OK。 次こっちですね、赤ですね。赤のところに持っていきます。オッケー。おっと、はい、オッケー。もう一つですね、こっちに行きます。はい、大量を作成します。キャラクター交代します。はい、ドラッグスですね。誰にも俺の邪魔はさせん。 B 連打。はい、オッケー。はい、 B。 はい、オッケー。また動かします。ちょっと行き過ぎたかな、見えませんね。はい、OK。 意外と面倒ですね、これね。意外と面倒です。もう少しですね。はい、OK。 次はブルーですね。赤のところは赤のところの下ですね、下のセクションに、移動させましょう。はい、OK。 はい、もうこれはですね、ストーリーモードでもう1回やってるので皆さんお分かりですね。はい、 OK。 はい、出てきました。はい、それでは行きましょう。どうやら彼らはお茶の気分ではないようだ。帰ります。ここはやっぱりドルマムーでしょう。 B。 あら、はい、 OK。 はい、 OK。すぐ、ほら言っただろう、本は安全なところだって。ムービー飛ばします。それは良かった。はい、モルドですね。はい、バトルの始まりますね。ドルマム以外にこの新たなる世界を支配できると思っているのか、このバカめ。はい、ここはドルマムでしょう。これを防ぐことはできまい。まずですね、あと一つ残っています。ミニキットですね、こちらになります。はい、 OK。 10分の10。あとはもう終わるためにバトルですね。はい、ドルマムですね。ドルマム、今ですね、モルドがですね、6かかってますので、何もできません、ということで、あったし、よしよし、モルド6解除されました。あー、いきます。肉弾戦です。オッケー、はい、ロックかかった。X、 B、 はい、A、 連打です。これは連打です。
考えてみろ。はい、OK。おっと、どこにいます？どこにいます？ドルマムーのために。 OK。 全然見えないですね。よし、肉弾戦です。こいつをやっつけます。はい、 OK。 次こっちですね。はい、 OK。はい、6かけます。はい、打ちます。4体ですね。はい、4体打つと消えていきます。あとはですね、これの何回か繰り返しですね。これなんでしょう。耳ないですね。はい、 OK。下からですね、毒ガスで出るんですね。これにちょっと要注意ですね。なかなか体力ゲージが減っていきませんね、モルドーの体力ゲージ。はい、6 X 捕らえられました。 B、 A、 面倒ですねこれ。はい、攻撃。目障りなものは全部消していきましょう。はい、 OK。 減っていきませんね、体力ゲージ。肉弾戦といきましょう。 OK。はい、6かけます。はい、 OK。 おっと、一旦逃しましたね。4体しっかり6かけましょう。はい、 OK ですね。はい、次はモルド、モルドですね。全く腹の虫が収まらん。あと、この下からの噴出の毒斬りですね、これがちょっと厄介ですね。タイミングがあるはずなんですよね。そこはですね、皆さん掴んでください。私は掴んでいません。OK。 あと、また掴まれましたね。また捕まった、ね、いや、これ厄介です。オッケー。はい、また出てきましたね。どうやら他にも遊んでほしい友達がいるようだ。オッケー。OK。 全ての存在はダークディメンションに膝をつくんだ。4体ですもんね。2、3、あと1つ、4体。はい、 OK。 はい、またロックですね。厄介ですね、このロックは。また来そうですね、噴出が。はい、おっと、この順番が分かんないんですよね、この下からの噴出の。そしたらまたここか、真ん中か。どっから出てくるのか、ちょっとこのサイクルが分かんないです。はい、6解除されました。もうすぐなんですけどね、体力減っていくのは。おっと、もう少し、おい、もう少し。 OK、 ムービー飛ばします。
はい、ルーンを操るチャプター8ですね。ゴールドブロック4分の1。はい、4分の2ですね。はい、ミニキット8、9、10。はい、10分の10。はい、コミックの表紙ができます。ドンと。はい、スタンリー救出、オッケーですね。エクセルシオールですね。はい、キャラクタートークン、はい、クレアですね。はい、6解除されました。はい、それではですね、キャラクター解除されましたので見ていきましょう。はい、クレアですね、15万スタット。はい、解除できました。あ、購入できました。はい、見ていきましょう。世界を横断して訓練まで飛んだのに、はい、昨日ですね、まず悟りを開き、 X ボタン、技術を習得するのは素晴らしい経験だったけど、結構なんか面白い、衝撃波を発信しますね。面白い、面白いですねこれ。はい、次 B の長押し。はい、なんかプクプクしてますけどね。はい、ということですね。はい、そして X の長押し。何か竜の洞窟に降りていったに違いない。不気味な声はもう僕が通りかかっても呼びかけてこない。はい、ということですね。そしてプクプクしてますけども、飛ぶんですね。あ、プクプクで飛びますね。プクプクで飛びます。お、これは面白いですね。なんか泡の中を飛んでいるような感じ、がします。はい、 OK。 はい、プクプク光線ですね。はい、クレアですね、ダークディメンションで生まれたクレアはですね、ドルマムーの支配下で苦しんでいました。しかしですね、ドクターストレージの助けを借りて脱出をいたします。ドクターストレージから魔術を学び、ほぼ同等の力を身につけた彼女はですね、やがてダークディメンションに帰還し、ソーサレス、スプリームとしてドルマムーに対する反乱を率いる道を選びました。高速は出ませんね。あ、出ました。はい、A の2回押しで、高速で飛びます。はい、こんな感じですね。はい、ということですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回はですね、ステージチャプター8ノワールナイトメイヤーになります。ミニキット、スタンリー救出、キャラクター、すべてのロケーションを皆さんにお伝えしようと思います。次回をお楽しみに。チャンネル登録お願いします。忘れずに。じゃあね。何それ、石鹸、ブクブクの石鹸なの。ちょっと体曲がってますけど。